ですね、まずですね、過去に自分がどういう仕事をしていたかで、ディスる人ってですね、自分に自信がない人なんで、この、心を許した人にその話をした時に、努力しなかった子だって言って周りに言う人ってどういうことかっていうと、実は自分が一番努力してないって分かってるんですよ。この言いふらしている人が、自分は努力してないと。え、ね、で、こう、思い悩んでる時に、でも自分の人生と向き合うことはしたくないんですよ。だから、そういう人はどうするかっていうと、自分よりもダメな人を見つけたら、周りに、あいつ俺よりダメだよ、あいつ俺よりダメだよって一生懸命言うわけですよ。で、それを言うことによって、まやかしの、こう、高揚感みたいなのを得るんですよ。で、これ、覚えておいてください。そういうことを言うやつは、永遠に現実から、目を背け続けて、最終的にはですね、苦しみと悲しみの中で死んでいくんですよ。で、そういうやつらはもう死んどけばいいんです、そういうのは。で、一方で、ちゃんと映像作家の今仕事をしていて、過去に、そういうですね、こう、清掃員やったりとか、発達障害があったりとか、いろんなことがあったんだけれども、自分は今やってる仕事がすごい好きで、誇りを持ってるんだよっていうふうに、その過去の仕事も含めて、全部自分の人生をちゃんと人に言える人っていうのが一番強い人で、こういう人がですね、人生をですね、成功に変えていけるタイプの人なんですよ。だから別に恋愛不適合も治りますし、仕事も成功すると思います。そういった苦しいことがあったってことは、それも今の仕事に集中できるし、ありがたみを感じるわけなんですよ。で、そういうのを聞いて言いふらすやつって、まあ、本当にびっくりするぐらい、なんだろう、自分に可能性を持ってないというか、誰よりも自分がダメだと思ってるし、そんなこと言ってる暇があるんだったら仕事すればいいので、そういうやつは敵にもなりませんので、ほっとけばいいと思いますよ。成功して言ってないんですよ。あ、残念だねってなんかね、メンタルが落ち込んでね、風俗の仕事にも手を出して清掃員だった、俺が、ね、1ヶ月かけて稼ぐお金が、君が一生かけてね、頑張って稼ぐ金だけど、どう気分はって聞いてないんですよ。どうどうね、今どんな気持ちって言ったらいいと思うんですよ。僕もいつも言いますもん。僕のことをいじめてくれてた人たちがね、いっぱいいますけれども、正直から中2まで8年間いじめられてましたけど、今彼らの多分、障害収入を、僕は多分2週間から3週間ぐらいで稼ぐんですけど、ね、今どんな気持ちっていう風に聞けばいい。君に聞き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。